2018年6月18日6時35分後期の最新ショットが父親に似ていると話題に。画像は後期 KOKIOFFICIAL_0205 公式インスタグラムのスクリーンショットです。先日、エルジャポン、ファースト婦人画報社の表紙起用という華々しいモデルデビューを果たした超大型新人、こうきが6月17日に公式インスタグラムを更新。またも1週間ぶり日曜の投稿で、今度はクールな美しさを出したショットを披露し、また日曜に更新、1週間待ってたよ、とツイッターなどの SNS で大きな反響が上がっている。ファンや様々なメディアからその一挙手一投足を注目されている木村拓哉と工藤静香の次女、こうき。新人らしからぬ堂々たる立ち居振る舞いで、エルジャポンの表紙、グラビアを飾ると情報番組などに取り上げられ、すぐに、これは最強の遺伝子、お父さんとお母さんのいいとこ取り、すでに完璧、とネットをざわつかせた。その評判はワイドショーや SNS にとどまらず、モデルの先輩にあたる藤田ニコルは、ちょっと世代が離れていてよかったなと思いました、と警戒するほどだ。